ナイバプリンスホテルは、新潟県南魚沼組湯沢町三国にある、ナイバスキー場内に立地する国内最大級のリゾートホテルである。1962年に開業。スキーをメインとしたリゾートホテルの走りであり、その後1970年代から1980年代にかけて改築や別館の増設が相次いで行われ、 バブル景気後半のスキーブーム期には、リゾートホテルの上位として、当時の若者の憧れであり、クリスマスシーズンや年末年始期のみならず週末でさえ、宿泊予約が取りづらいホテルとしても知られ、バブル景気末期には2号館、4号館が建設された。山中にありながら非常に、都会的なホテルとして演出が施され24階建て2号館、タワー棟、冬季でも、 全面ガラス張りの室内プール24時間営業のレストランコンビニエンスストアファストフード店などの施設、さらに融雪が施された駐車場や屋外に出ることなく直接ゴンドラに乗ることができる通路など先進的な面が注目されたほか、1981年から毎年開催される松谷由美のコンサート、サーフスノーインナエバや1999年から当地で、 開催される、フジロックフェスティバルのオフィシャルホテル。また、世界最長のドラゴンドラなどでも知られるほか、リゾートホテルとしては、珍しい本格的な音響照明施設を持つホール、ブリザーディウムがある。しかし、バブル景気は崩壊した1990年代前半には、スキーブームも収束となり、利用者が激減。その後は、 ゴルフ場営業を中止するなど縮小化が始まり、2010年には小中学校夏休み期間を除いて、夏季営業を停止。2012年2月には、サイレンランク客室のみで構成された5号館を閉鎖。2016年現在では夏休み期間、紅葉シーズン、冬季のみ営業を行う。客室棟は2号館、3号館、4号館、5号館、6号館に、 分かれている。当ホテルからの中継で特に継続性のあるものに関して下記に記載。なお地上波アナログ放送時代、デジタル放送時代とも、ホテル内テレビは東京キー局とテレビ埼玉が視聴でき、新潟ローカル局の視聴は不可。ありがとうございます。